し行くぜ。はっ、て、そうはに行くぞ。切れんだ、殲滅孤高戦。プリズムフラッシャー。はっ、て、そうはに、はっ、て、注意しな。はっ、て、はっ、て、切り離し決める。切り離し、出るだね。お通しよう。はっ、て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 、どうよ、女がほっとかないわけ分かってくれた。でも言ってなさいよ。引っ張られなきゃこんなもんさ。引っ張られなきゃこんなもんさ。引っ張られなきゃこんなもんさ。切れんぞ。
切れんだ。殲滅孤高専。シャドウエッジ爆撃剣。天行天。そうだぞ。さらにもう一致。切れる。切り端。エアプレッシャー。軍人連発。切れんだ。足さえ引っ張られなきゃこんなもんさ。引っ張られなきゃこんなもんさ。地上軍拠点跡地の封印を解いた先に目指すものはある。リアラを助けたければ急げ。飛行艇？マジかよ。これがイクシホスラーだ。天地戦争時代の遺産で、ここに眠っていたのをオベロン社が見つけ出したそうだ。天地戦争時代の遺産って、そんな古いもの本当に動くのかい？心配はいらない。これを作ったのはかのハロルド・ベルセリオス博士だ。ハロルド博士といや、確かソーディアンを作った人だったよな。ソーディアンも天地戦争での活躍後、千年もの眠りについていたが、先の最悪の時にもちゃんと使えた。そのハロルド博士が作ったものだ。同じように今でも動くだろう。さすがは希代の天才科学者だね。それじゃあ急ごう。リアラを助けないと。
ところで誰が操縦するんだ？この手の乗り物なら経験がある。飛ぶぞ、しっかり捕まってろ。ジューダス、奴らの手法を真似しただけだ。確かに強襲ならこれが最も効果的だからな。侵入者め、生きて帰れるとは思うなよ。なんだ覚悟しろ。よし、行くぜ。軍人列破所ハッテッテッヒ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 人々の幸せを願う思いの現れ、そして私の人々を救いたいという愛の証。私の救いこそが人々を幸せにする。だから彼らは私を選んだ。あなたの作ろうとしている世界は確かに苦痛や悩みがないわ。けれどそれと一緒に本当の楽しみや喜びまで失っている。そんな世界人々が求めるはずがない。ならどうしてお前はそこにいる。何の力も持たず、英雄もいず、ただ一人で閉じ込められている。それは人々は苦しみや悩みを恐れる。でも彼らだけではそれをなくすことはできない。だからこそ私たちが必要なのだ。神とその御使いたる聖女が。わざわざ警備兵まで用意してたんだ。リアラがこの中にいるのは間違いない。エルレインのところへ行ったんだとしたら大聖堂だ。奴は必ずそこにいる。大聖堂か。よし、急ごう、みんな。Thank you.
運命は時に厳しい。殲滅高校生決めるスプラッシュ天理超人まだだ天影戦行くぞ見たか見てねえよ見てろよ粉塵熱波症これが総発射勉強点くらえ忍術総大臣賞どうよ女がほっとかないわけ分かってくれた好きに言ってなさいよさん引っ張られなきゃこんなもんさ。はあ？よし行くぜ！はっ！てっ！てっ！クルーションだ！くっ！くっ！はっ！てっ！てっ！切れんぞ！やっ！殲滅高校生！そうだぞ！はっ！てっ！てっ！先行バッパー！殲滅高校生そうだぞどうよ女がほっとかないわけ分かってくれた手に言ってなさいよよし行くぜはっちゃっそうはじくまだ優勝はっちゃっエアプレッシャー苦しょこれは負けない粉塵連覇症天井点突然だ天井点消えろ天井点総破人行くぞ切れんぞ殲滅高校生天井点見たか見てねえよ見てろよはい、終わり。
今だ。エアプレッシャー。行くだって。足さえ引っ張られなきゃこんなもんさ。足さえ引っ張られなきゃこんなもんさ。
何か聞こえる。ここだ。この向こうにリアラがいる。フォルトナが完全な形で降臨すれば、その瞬間私たちの役目も終わる。でも悲しむことは何もない。その時こそ全ての人々が神の愛に満たされる瞬間なのだから。神の愛に満たされた世界、苦痛や悩みなどとは無縁の完全なる世界、これこそが救いのあるべき姿。おかしな話だ。神の御使いであるお前が誰かにすがるとは。お前が求めているのは共に歩み助けてくれる英雄か。わからない。その先には悲劇しか待っていないというのに、それでもなお求めるというのか。カイルは来ないわ。そうよ、来るはずなんてない。だって私はあの時。案ずるなリアラ、お前の果たせなかった願いは神が果たしてくれる。お前の苦しみもまた全て消え去る。時は満ちれり。大いなる神の御霊をここに、そして人々に永遠の幸福を。リアラ！カイル！彼もまたお前と同じように悲劇を求めるというわけか。なんと愚かしい。諦めろ。お前たちの努力は無駄に終わる。リアラを離せ！全ての人々の幸福を無視してもあくまで逆らうというのか。ならば容赦はしない。よし行くぜ。
今の恥行くぞ愚かな天才愚かな任せ愚かな愚かな愚かなそうでしょまだならバーンストライク爆撃剣行くぞくらえオロカナオロカナ今与えろオロカナジュシプリズムフラッシュバカそれ今こっち来るな神には力の光を見せてインディグネイト確かめ邪魔いかれ行くぞエンドーテライブよっオロカナスプラッシュ愚かなその先に待つのは悲しみだけなのにまあいいすでに次の手は打ってある今度こそ完全なる世界を引いたかリアラよかった間に合ってリアラにもしものことがあったら俺どうしてえもう来てくれないって思ってたあんなひどいこと言ったんだもの嫌われて当然だって思ってたそれなのにどうして帰るあなたはどうして私のことを言ったろリアラに初めて会った時君が探してる英雄はこの俺なんだって英雄は困ってる女の子を助けるもんだからね帰るあれ違うのカエル私悲しくなんてない悲しくなんてないのにリアラレンズが全てなくなっているんです何か知りませんかレンズがないなんだの速いやつだまさかレンズは飛行竜にあのカイルさんこれは一体多分ですけどエルレインがレンズを持って逃げたんですえ
神を降臨させるためレンズの力を使うつもりなんです。そんな、彼女はそんな人では。信じてもらえないかもしれないけど、俺たち嘘はついてません。それじゃあフィリアさん、待ってください。これをきっと何かの役に立つはずです。目に見えないもの、知覚できないものを探知する道具です。これを使えば普段は見落としていたものを見つけられるようになります。フィリアさん、あなた方の瞳は嘘を言ってなかった。だから信じます。ありがとうフィリアさん。それじゃあ俺たち行きます。よし行くぜ。はっ、天井はじく、まだだ。暗え、暗闘連撃、ブラッシュ、総裂飛行船、そうだしょ、はっ、天井突破、暗え、はっ、天井はじく、どうよ、女がほっとかないわけ分かってくれた。でも言ってなさいよ。引っ張られなきゃこんなもんさ。Yeah!
さあ次行こうか。早くイクシホスラーに乗り込め。飛行竜を追うぞ。着いたのはいいけどよ、これからどうするんだ。レンズを奪還したとしても持ち出せる量じゃない。飛行竜の動力を止めて墜落させ海に沈めるしかないな。マジかよ。動力室へ行くぞ。こっちだ。くそ、遅かったか。こんなもの。いや、おそらく無駄だろう。飛行竜は限りなく生き物に近い機械だ。これを壊してもすぐに再生する。じゃあどうすればいいの。飛行竜の体内にある制御装置を破壊するんだ。全て壊せばこのロックも解除されるだろう。カイロ、さっきフィリアからもらったソーサラースコープはあるが、それを使って制御装置を見つけるんだ。使うときは L ボタンだ。だがソーサラーリング以上にレンズを消費する。気をつけろよ。わかった。それとおそらくだが、この飛行竜はカルビオラに向かっている。聖地か。そこで神様の降臨をやり直そうってわけだね。うかうかしていると奴の目的地に到着してしまう。時間はあまりないぞ。わかった、急いで探そう。動力室の扉を開けるには飛行竜の各所にある制御装置を破壊するしかない。フィリアからもらったソーサラースコープを使って制御装置を探すんだ。